秋元高友は、江戸時代前期から、中期の大名。貝谷、村藩主、武蔵川越藩主。老中を、元六十二年から聖徳四年まで務めた。縦林藩秋元屋四代。実父の戸田忠政、実弟の戸田忠真共に老中を務めた。下佐桜藩主、戸田忠政の長男。男子のなかった外祖父の谷村藩主秋元富康の、養子となる。 総者番から、自社奉行、若年より、老中を歴任する。五代将軍、徳川綱吉、六代将軍、家信の,の二代にわたって仕えた。土木行政に手腕を発揮し、江戸城三の丸建設や五国寺、関永寺中道現有院仏殿などの造営奉行、元独王自身の復興総武奉行を担当した。また、 高額の名君であり、将軍綱吉に進攻することもあった。綱吉亡き後に将軍になった、家の部の側近である、新井白石、真部秋草の聖徳の地を支持した数少ない、閣老であり、老中退任後も、白石、秋草派として閣内に、陰然たる、影響力を残した。宝永四年に、痩せ同士と天内座す神弁方針脳の争いに裁定を下し、 宝営5年には、金利造営奉行を、白石が発議した、聖徳金、銀中造の総奉行を担当した。海の国谷村藩主時代の秋元氏は、海鶴軍における、洋水石の開発や、軍内式の生産奨励などを行っているが、高友の時代には、川口湖から新倉村まで洋水を引く新倉掘り抜きを着工したと言われている。川越藩主としては、 食産政策で知られる。日付は明治4年までは、旧暦日付は旧暦。ありがとうございます。